一か八かの策を次元に破られ、オラ絶対絶命だ。だけどその時ベジータがスーパーサイヤ人ブルーの力を超えたすげえ力に目覚める。そうだ、おめえのその力の全てを次元にぶつけた。次回ドラゴンボールスーパー全身全霊全力解放、悟空とベジータ、絶対見てくれよな。